ファザル研究コレクティビューご覧の皆さん、こんにちは、マックスです。はい、じゃあ、ラスケです。クリスマスから。はい、クリスマスから。はい、やっていきましょう。マロ。ちょっとね、先週とか休んじゃったんで、ちょっと新しく、あとちょうどよかったっちゃよかった。クリスマスガチャが先週の途中からだったんで、の、まあ、今回は仮面ライダーとクリスマスガチャの、ちゃんと言えてたよ、クリスマスガチャ。言えてない、噛んでた。仮面ライダーコラボガチャとクリスマスガチャの新曲。なんでだ、俺の声がでかすぎて揺れてんのか。ええ行きます。ああ、行って行って、大丈夫だ。いいっすか。ああ、いいっすね。性能のね、解説とかやっていきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、まず仮面ライダーガチャからいきましょう。一通り多分ね、皆さん使ってたりとか、あとは性能についてのおさらいはできるかなと思うので、これは強いよっていうやつだけ。01、まずこれ新キャラ、そうです、新キャラの01なんですけど、リラフレで進化後進化前で組むことがすごい強いです。はい、進化前進化後で組んであげて、サブにただ1個あって、クリーをあれね、操作時間が短いから発色と、あと回復力範囲内の3ターンで打てる一列変換ですねを持ってる、3体持ってる場合は取りに行った方がいい。持ってないんだったら無理しなくていい。です。そのクリオを3体持ってるのハードル高すぎる。高いです、高いです、高いです。なんでこれガチ勢というか、まあ、1体持ってたら、その別にそのクリオ1体でもそのヘイストで回すみたいなことも可能なので、あの先日、あいつ、シェザルかな、シャゼル、シェザル。あ、シェザルね。情報修正入ったじゃないですか。私が聞きました。村井さんたちのおかげでスキブさんの烈気をたくさんの雲耐性持ちの性能になったんで、まああれサブに突っ込むとかで、十分強いので、まあその光の烈の高速周回ですよね。まあだから簡単に言うと、ちょっと最近のその手のやつって言ったらラオーパにちょっと近い動きになります。ただまあ操作時間が5秒なんで自由にパズルはできないので、まあ、パパパッと一列組んで処理するっていうような立ち回りが基本になります。まあ、なのでこれはまあなんていうんですか、周回好きな人は一体取っとくと、まあ、フレンドで究極出してもらうとかでもいいのかなと思いますが、あとはまあファイズ、あとですね、こっちですね、新キャラのファイズ、これはもう武器でいいです。正直あのベースはあのぶっちゃけ強くないです。ほう、そこまで。あのもちろん進化前の悪魔キラー2個っていうのもあのすごくいいんですけど、あの、まあ、私ねこれ1体も引きました、引いたんですけど、ぶっちゃけね進化前は使う場面がほぼないというか、無理する必要がない、てかあの結局聴覚性も含めて出せる火力って大したことない。無効貫通1個つくんですけど、悪魔キラー悪魔キラーで無効貫通だったとしても、9の 2.5 なんでもっと火力出せるやついっぱいいるんですよ。だったら別にファイズじゃなくていいなっていうところで、武器ですね、基本的に毒耐性と80倍以上強化のが 使えるので、まあ武器っていう意味ではイナベノの武器として、使えていけるかなと、すごく優秀な武器になるかなと。二段吸収無効もいいですよね。はい、あ、なんかそうですね。だからもう裏異形用です、これは武器としては。ただまあ裏異形ってもう多分すでにね、皆さんねパーティー完成されてる方結構いらっしゃるかなと思うので、こいつに関してはそこまで無理をしなくていい。ただまあ二段吸収無効持ってないよ、なんならあと1個ぐらいしかないよとかだったら、もうファイザー即武器にしちゃった方がいいかなと、思います。で、あとはこのフォーゼスですね。こいつは、まあ、スキルね、10個ずつ生成するというようなスキルを持ってて、まあ、確定級盤面かなが、作られるんですけど、まあ、スキルが優秀なので、まあ確定ガチャ買って、1体取っとくといいかなと。まあ、武器か新あのベースかっていうのはちょっと、まあ、まだ僕は分かんないんで、正直特別その武器が優秀かって言われたらそうでもないんで、僕は一応ベースで取ってます。はい、まあ、とりあえずこの3体ぐらいですか、新キャラとして。でまあ言わず、あとこの多分気になってんのはこの1号だと思うんですよ。変身しまくりま、そう、変身しまくりのこいつは強いっちゃ強いんですけど、
こっちで見れるかな。あ、そうですね。私のやつで見れるわかな。まあまあまあ。どうぞ。はい。最終がマシンキラー持って。7シーン、うん、まあ、完全に意識としては壊滅コロシアムをクリアするための性能っぽいんですよ。要はそのデスパリオンを倒すっていうような性能になってるんで、うん、ターゲットがおそらくこれマシンキラー最後作るっていうことは。でリーダースキルが攻撃タイプっていうところがあって、ちょっとだけねそのこれパーティーを組んでみたんですよ。で実際壊滅コロシアムやってみました。全く安定しないです。安定しない。こいつリーダーだと。まあ、って言っても、7、6番面にしないと結構きついんで、まあ、リーダーフレ、そのリーダーチェン前提のパーティーで組んでるんですけど、マジでチェンジしてからするまでがマジで大変です、こいつ。使ってみた感じ。なので、こういったのはサブっすね。サブ。で、1枚刺しとくっていうような感じ。でも、その、じゃあこいつをサブで使うってなった時に、その、じゃあリーダーで言ったら、その、ナコルルナニガシとか、あとはその76番面でのその要はイナーじゃないや、クルリループが含める編成が今ほぼ前提として条件になってるので、そのまあちょっとまだそのサブとしても入ってこれるような場所があまりないっていうのが私の使用感です。まあなので無理して手に入れる必要は全くねえかなと思いますけど、あったらあったでこいつ一体でデスバリオンをさばけるんで。デスファリオンがその70軽減含みで結局20億ぐらい火力を出さないといけないんですよ。ほう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 。なのでそれに対してのダメージソースとしてはこいつめちゃくちゃ強いんでまあ将来的にそのヒパでの、壊滅コロシアムの周回編成に入ってきそうではあるかな。アタッカーとしては結構優秀かなっていうような印象。ただまああくまでも候補の一体でしかないので別に無理して手に入れる必要もない。あとスキルが要は変わっていくんですよ、進化してする上で。優秀なんですけどね、7フロアで確定でこの覚醒無効回復っていうのがめちゃくちゃ重要になってくる、壊滅コロシアムだと。だからその辺も含めてすごいもう壊滅コロシアムの道中にも適したようなスキルを持ってはいるんですよね。サラスバティが7フロア出てくる2択で、で高確率 50% なんで 50% でこれ打たないといけないっていうところですごい優秀です、このスキルが。でここもここで、まあ、エンハンスがあってくれたりとかで、すごいありがたいじゃあありがたい。でラストはラストで7倍出してくれると。だからもうこいつだけエンハンスがかかればデスパリオン飛ぶんで余裕で、はい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 、なんで、まあ強いじゃあ強いというようなのが、まあ、一応の、評価になります。で、じゃあ、あと各1体ですね。1体ずつ1体出ましたっていう前提で、じゃあどの系統ですかっていう話をしていきます。電王出た、進化後で OK です。これ武器もね、優秀だけど、その、覚醒解除系の武器としては別に、使う場面がない。あんまり。まあ、とこ、多色を使う場面はほぼないし、っていうところで、もう 7C3 の、もうこのアタッカーとして使うのがベストです。電王優秀よね、はい、で次にマッケ結構ね、優秀になったこの1号はごめんこれは分かんないっす、俺使ってないっすまあ、コマさんとかキパって最近あんまり使われてないのと、あと RX が一応若干情報修正が入って、まあ異形で、まあでも異形、まあそれでも結局既存のね、最近の周回編成は優秀なんていう来業に関して言っても、これはね、交換でいいっちゃいいかもしれない。これはちょっと分かんないです、すみません。で、エグゼイド、エグゼイド1体っていう場合は僕は武器がいいかなと。まあ、ね、私武器にしてるわ。めっちゃ優秀です、この武器は、本当に。まず、操作負荷耐性と L 字が同時に入ってるって時点でクソ優秀です。でさらに光パだったら光泥鏡も乗ってくるっていうと、マジで裏営業とかでそのパーティーを組んでいく上でやっぱりその欲しいっていうのは全てあるっていうところで、この武器は腐らないんで、絶対武器にしよういいかな。で次にブラックで、ここが多分皆さんね悩みどころなのかな。武器も結構優秀なんですよこれ、デスキオさんの雲、ね、ただまあ闇場前提になるし、で最近のその闇の雲ってその例えば最近の壊滅コロシアムをやりたいってなった時に雲って絶対ボンタで
処理しちゃうんですよ。リーダーチェンジのボンタで結構そこでさばけちゃったりもするので、クモは。まあなので普通にこのブラックに関して言ったら、まあ RX かロボライダーどっちかでいいのかなと思います。ロボライダーはロボライダーやっぱり50倍が強化が、3つあって、交換通枠としてはほぼ最強、光でも未だにその条件さえ満たせば最強ではあるので、うん、いいのかなと。ただまあね、光のあのなんだっけ、留学士の女の子、あーどう忘れてた、マリエル、マリエル、マリエルとか持ってたらまあ活躍の場はほぼないんじゃないんで、今のところはね、現状、まあとりあえずリーダー格の RX がベタかなと思います。まあ RX は 3.5 倍になったかな、この最後の印象が。こいつって確か9の 10.5 しか出なかったんで、9の13.5 倍か、 13.5 はさらに上がったので、これ計算めんどくせえな、 10.5 の17倍ぐらいか出るようになったっていうところで、まあまあかな、まあ規則性のね、なんて言えばいいんだろう、スキル一旦ってやっぱターディスそれ、ね、になってくるっていうところで、今スキル一旦で一番強いというか一番優秀なんてゼローグコアだと僕は思ってるんですよ。これあのちょっとごめんなさいね、これ御社が作ってるアップオンゼロコアだけど、これめっちゃ優秀なんですよ俺的に最近俺的にね、いやこれ別にあの株価とかそういうのじゃなくて、 あとバステトっすね、光バステト、うん、光バステトが、いやでも全体なんだよな、でもこれやっぱ強いのって言われたら、この中だとやっぱ貴族性だとターディスが未だに一番優秀なのかな、このサブに入ってくるの、うん、なんで、うん、まあどっちかにすればいいかなと思います。はい、というのが、一旦のあれ仮面ライダー、当たりは、ファイズは武器のファイズはまあ当たりで、01は一体持っとけばいいかなってぐらいです。ただ全体仮面ライダー、仮面ライダー全体的にただ優秀になってるんで、星5のやつらも全体的に優秀、結構優秀、星石6個のガチャとしてはかなり個人的に高得点のガチャになってます。はい、次、はい、血のクリスマス、血のクリスマス、やべえっすよ、俺もまだ引いてないですけど、怖くてウリエルそう、ウリエルっすね、確定でウリエル1体は手に入るけど2体目のウリエル、ウリエルなんですけど、まあ、でもみんなね知ってる人は知ってると思うんですよ、壊滅じゃないや極限爆速で、まあダークオメガが復帰したというか、アップバックでも記事になってます皆さん、あれ見て私ウリエル欲しくなったもん、そう、うん、もう1体欲しいと思って、ね全然出ねえけど、まあ、佐伯っていうのがね、いるじゃないですか、パワープロコラボのね。で、まあ、実はね、そのダークオメガって、佐伯が実装されるちょっと前、ほんと数日間だけは最速クラスだったんですよ。その極連を周回するにあたって。ただまあ、その、なんだろう、そのパーティーを作るのと、その当時ギガで回してたんですけど、私は。まあ、それを作るっていう労力とか、速度とか、かみ合わせて、まあ、だったらギガでいいかなっていう。ところで私は作んなかったんですけど、当時ね、ですぐに佐伯が出て佐伯になっちゃったっていうところで、まあなんかその時作った人はあーって感じだったですが、ダークオメガがこいつが出たことによってですね、復帰です、完全に、まあ2枚欲しいですが、いやダークオメガ持ってねえよ、トゥバンとかでも代用できないの、いやもうちょっとそこはね練らないといけないんですけど、そのダークオメガがいないっていう人はじゃあいらないかって話なんですよ。それ多分そのウリエル2体っていうのは多分もう皆さんご存知な話だと思うので、そこまでその引っ張る必要はないのかなと思うんですけど、一個この大事なところで、そのただダークオメガ持ってないんだよね、テロールは持ってるけどっていう方、まあ、すごい特殊ではあるかなとは思うんですけど、一応こいつ4枚でもう、こいつ4枚とサブに1枚の、テオールで周回可能です。壊滅、極連、実はリーダー誰、こっち
こいつこいつで、ウリエルウリエルで、回せます。ていうかこいつ4枚いることでもう、だからパーティーって要は手元でアシストも含めて10じゃないですか。でもこいつ4枚いたら 40% こいつで満たせるんですよ。実はやべえですよ。でしかもそっちの方がそのくるくるとかないんで、もうただね、ヒュンピ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 ンバ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 ンで処理するだけの、なんていうんですか、運要素回ゼロというか、なんかその要はパズルミスっていうことさえない。ウリエル強すぎじゃない？やばいっす、実はこいつマジでやべえっす。交換できないからな、18倍出せるっていうところで、ね、なのでそのテオールは持ってるけどオメガ持ってないっていう人も、実はこいつは4枚までなら許容っす。ウリエル4枚出す方がしんどい、はい、しんどいけど 2% やぞ。しんどいけど、だってもうそしたらオメガ引かなくていいんですよ。だってオメガ、でもオメガは交換できるんですよね。ハンコオメガは、そう、しかも、ここにいるんですよね、1.7% で。似たような確率でおんねん。はい。どっちにします？ただ、いいのが。2枚だろ、2枚で限界だろ。ただ、いいのが、その、ベースだけで見たら、オメガも、テオールも、全部自社内で完結できるっていうところで、壊滅コロシアムは、もうだから、佐伯って、その、要はパワープロなんで、他社依存みたいなところあるんですけど、極連か、ごめんなさい。極連の集会は、要はもう、元号自社依存って、元号自社ってこと。あれ、じゃあ、他社依存。他社依存。はい、佐伯、佐伯だと、パワープロ外部コラボになっちゃうね。外部なんで、その、そっちが何か動かないと、骨格しないわけじゃないですか。でも、自社のね、ペオールとかオメガでやれるっていうところと、まあそのシーズン系っちゃシーズン系年一なんで、ぜひこのタイミングでその苦しんどけば、いや別に今は回せないけどちょっとガチャ石ないっつってもまた今度ね、例えばオメガが復活したなんなら交換でもいいっちゃ交換でもいいんで手に入れればいいんで、あのなんだろう、今最優先はウリエルです。マジで最優先ウリエルなんで、さっき仮面ライダーのコラボの解説したけど全部忘れていい。でもウリエル突っ込めばいい。私もそう思う。本当ウリエルだと思う。ただね、もうすでにその極連の集会が確立できてて、もう別に最近ストレスって多分ないと思うんですよ。私自身も別にその、まあ、言うほどない、うん、多分村井さんのパーティーは若干あると思うんですけど、その極連の集会言うほどない、大丈夫。本当ですか？でもそのなんだろう、だから要はじゃあこのみんな今ウリエルに行ってるから自分もじゃあウリエルに行かないといけないかって話なんですよ、結局ね。そんなことはね、ぶっちゃけみんながみんなウリエルを、まあ、ダークオメガの集会を使うかって言われたらそうじゃないと思うので、ぶっちゃけ僕は佐伯で十分だと正直思ってる。正直ね。ただその新しいね動きができる、楽になった、若干楽になったっていうところで、まあいいのかな。てか絶対フレンドで佐伯が消えることって多分しばらくないんで安心していいですよ。なんで、まあお金ねえよっていう人はそんな突っ込む必要ないです、はい。ただ極連が回せない、まだ周回に一定のストレスがある。それでまあ今回作れちゃう。じゃあその今回その要はもう、要は一番いいパーティーが作れちゃうんで、うっかりウリエル2体出ればな。うっかりウリエル2体、うっかりウリエル2体出れば、うっかりウリエル2体か、うっかりウリエル4体でいけるんで、はい、いいかなと。もう何回か引いててさ、サクヤが出たりとかして位置ずれだよ、横だよ。いやクソムカつきます。同じ2%じゃん。いやこれもうだからクソグリーダも出た。グリーダも 1か2か3ずれだよ。だからクソガチャなんで、ぶっちゃけこんなの当たりが2体しかない。激しすぎる。だって上のね星8で1体欲しいって言われて当たりって言われてもさ、だってロミアヨグぐらい、いやヨグもほぼ使わんし、ロミアイルミナぐらいか交換すれ、うん、しかも大し情報収集入ったんだっけ。ウリエルばっか考えてて他のすらちゃんと見てないんですけど、私そんなことないんで、まあ、あとさ、あれねですか、これはねいいね、花火なんで、はい、これはまあ俺は絶対1体は手に入れたい。いやまずリーダースキルが超優秀ね、
あの追い打ちリーダーラオウでいいんじゃねっていう。いやラオウが結局そのラオウの良くないところって要は HP を上げたいと思った時に闇属性、だからパーティーの幅が結構狭まるんですよ。でこいつのいいのは要はあの HP50% 以上で2倍っていうのが若干ネックになりそうではあるんですけど、あの壊滅コロシアム、壊滅コロシアムであのクルリループっていう前提だったら、まあ、ラオウよりもそのいいかなと思います。ゼンパラ 1.5 も結構評価できるし、なるほどなるほど。ただちょっと難しいんですけどね結局、まあ、ラオウのいいところって闇属性っていうあの縛りは入るけど、あの闇属性の HP2 倍だっていう2倍っていうのが結構良かったりもするので、まあ、ただサレーネはその追い打ちリーダーとしてはやっぱり俺は取っときたい、欲しいです。なんで行ったら絶対手に入れる、可愛いしなかなと思います。てかサレーネっぽくないんですよね、なんか絵が、マジで。はい、という感じで20分くらい話しましたけれども、まあ触れてないね、触れてない部分もあるかなと思うんですが、まあ、ざっくりこんなもんです、本当。先週ね、あの、まあ、とりあえず情報仕入れてあの使ってみてっていうのもあったんですけど、サレーネ交換しようかな。サレーネはそうですね、ただただね、そのこっちも来てるんでね、ね、新キャラ、あ、新キャラ、はい、新キャラです。これは私、あ、リリア新キャラ今日からです。お、さっきからさっき実装されたキャラです。こちらだから、いくらですか？あ、固定1ダメージ、はい、HP2 倍、4コンボ以上上昇20倍、固定1、ほう、スキルがね、結構優秀、ロックしてくれる、ほう、ボタンで、武器はまあ大したことない、そこまで列武器だったら、あいつでいいんでね、モンポで交換できる、コンス、コンスか、いや、一番下の方にいるやつね、はい。新キャラは、あとはリリアのダークカラーが新キャラなんだ、はい、いや、リリアが新キャラ、あ、リリア、いなかったっけ、前から、リリアいなかった、いなかったか、はい、今回初ですね。ただね、ここはね、だっていうか、この年末に向けてですよ、こんないいガチャ並べんねんって話ですよ。めちゃめちゃずらっと来てるからね。何考えてんねんって話。だって、ここだって当たりめっちゃ多いわけじゃないですか。おい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 。ね、火なんて、ラルグ、オメガ、超当たりだし、なんならね、ブリリアージュでしょ。このエレナもこのスキル、ダークカラーのスキル、99段目覚めなんですよ。唯一なんですよ、火の今。99段目覚めみんな欲しいじゃん。俺欲しいよ、持ってるけど、でもスキルだけ出たら超優秀ってか、なんなら俺も本当にエレナの武器ね、武器にこれしてほしいですよ。武器を99段目覚めにすいや、バーカで、お怒りです、お怒りですよ、使いづらいですもん、ダークから、あと式神超優秀、式神な、だからね、うん、大活躍、これ超欲しいじゃん、こんなのさ、超優秀じゃん。で、あとはブラダマンテじゃないや、あとな、これナイト99段目覚め1列、もうね、何考えてんの、まあ、ルルナもあと強いじゃん、いまだに進化前ルルナ、あの闘技炉はもうルルナ強いんで、めっちゃ、あとはっていうかね、本当に石6個なんですよ全部、しかも、あ、これ6個だっけ、クエスト5個、5個か、上2個6個で結構低コストというか、まあ、10個があるせいで、覚えてるですか、難しい、いや本当にいいですよ、本当に難しいですよ。だから、茨の道に行きたい方はクリスマスガチャ、ハイリスクハイリターン、私もここ数日はなんだっけ、全部クリスマスっていうけどね、そのまあおすすめだけで言うと、最近まだパズドラ始めて間もなくてそんなにキャラもいない人はガンホーカルガチャに行った方がいいかなと思います。で、もう2年以上やってる、クリスマスガチャでいいか、やっぱ年に1回っていうのと売れるな、で、あとガンホーコラボはまだどうせ復活する、っていうので、そのぐらい、あとはもう気持ちいい、その人の全員どうしたいか、バカですよ、バカ、何こんな年末にさ、バカなの、どうせ年末にいいゴッドフェス来るの分かってるしさ、せやな、
もう困っちゃいますよ、本当に。はい、ということでした。以上です。好きなの聞いてください。よし、じゃあ私は、まあ、今週どこかの動画で、友情ガチャを引きます。あ、まあ、新しいの出ますもんね。たくさんキャラいるからね、はい、友情ガチャでも、はい、まあ、そちらでまたお会いいたしましょう、はい、また別の動画もいろいろ入ってくるので、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もないです。概要欄にあの他のチャンネルもいろいろリンク入ってます。そちらもぜひ見てください。鼻毛か。大丈夫。さよなら。